こんにちは、ノラです。今回は、あなたが始めたサブスクありますね。はい、あれについて話していこうと。おう、どんな感じか、やってみてどうだったかみたいなね、ご報告動画です。皆様に、私がご報告動画です。ちゃんと言えよ。まあ、せっかくなんで最初に、ね、宣伝しちゃいましょうか。はい、内容についてどうぞ。ファンティアの方はコスプレ筋トレをメインに写真やら動画を投稿していくプランとなっております。いや、更新頻度は週2から4です。不安定だね。不安定です。その作業の進みにもよるしね。はい、ただ私から見た感じ高めだと思います。激高？激高ですね。なんかよく質問来るんですけど、どこまで出してるんですかって。うん、全年齢の範囲だとお考えください。うん、わかんない、それじゃ具体的に言っちゃっていいの？は出てない。局部は出ない。全年齢なんで局部は出ないですね。あってパンチラぐらいかな。月何個ぐらいコスプレしてんの？だいたい月 1,2,3 キャラぐらい。なんか不安定すぎる。月だいたい2から3キャラやってます。大変なんだよな。大変です。着替えが一番大変だよね。大変です。そしてもう一つが YouTube のメンバーシップ。こちらは全体公開した動画の中でカットしたシーンや、あとプライベートな動画や写真を投稿しています。頻度は月2から4。じゃあ週1もあるんだ。あり得る。写真は？写真は週1以上やってますね。意外とやってる。意外とやってます。週2ぐらいやってる。はい、そしてライブもやってます。月1回ぐらい。でもわりかし結構ちゃんとやってる。ちゃんとやってる。ファンティアメンバーシップともになんと500円なので、思ったよりも私がちゃんとやってるので、皆さんよかったら登録してみてください。あと私が思った以上にコーチのサービス精神が高くて、更新頻度が高かったり、あとみんなが喜びそうな衣装を買ってきたりとか、そういうところがびっくりしました。正直私はサービスしすぎじゃないと思うんですけど、コーチがめちゃくちゃサービスしてます。はい、多分最初だけで。って言ってももう3ヶ月続いてるからね。確かに。本題に行きましょう。はい、サブスク始めてみてどうだったかどうか。どうだったかどうか。どうだったかどうか。収入は増えました。ありがたいことに。おかげさまで。YouTube と違って収入がわかるので、その分コスプレとか衣装を買えるようになりました。めっちゃ買ってるよね。はい。YouTube も含めて動画のクオリティアップしてるんじゃないですか。ああ、彩り鮮やかになっていろんなコスプレやってるけどね。コスプレの回数増えたよね。増えた。いやー、皆様のおかげでコスプレする回数増えて、まあそれはそれで楽しい？全く。は？自分のコスプレ飽きた。じゃあそれ編集ね。着るのは？着てる時とか撮影とかちょっと楽しいじゃん。ああ、まあそれはいいね。編集だね。撮影してる時は結構楽しいじゃん。うん、写真とかさ。うん、特にあのアバターとか、最初腹抱えて笑ってたよね。うん、皆様のおかげで非常に楽しく やらせていただいております。はい。皆様の支援、血肉となっておりますので、引き続き、お賽銭のほど。というのは冗談でして、引き続き応援よろしくお願いします。これは YouTube は続けられそうですか？そうですね。リーズナブルにしたから全然ウハウハってわけじゃないですけど、はい、まあ、楽しく続けるような感じですかね。そうですね。じゃあここからはあなたがどう感じてるかについて、サブスク始めてみてどうでしょう。いやー、意外と私はファンティアの方がメインになるかなと思って始めたんですけど、まあ、メンバーシップが楽しくてですね、特に楽しい。はい、特にライブが。あ、ライブ楽しいの？はい。そのメンバーシップのライブと一般のライブで何か違うの？違いますよ。まあ参加人数が。じゃあ楽しさが。楽しさ、あ、楽しさは違いますよ。へー、うん、やっぱ好き放題言えるから。好き放題言えるっていうのと、いや、なんかあのメンバーシップの方がやっぱ参加人数少ないんで、まあ、ちょっとワイワイ内輪な感じで、しかもちょっとあの突っ込んで言えるんですよ、私なんか個人的には。その方が楽しいですね。なるほどね。はい、だけメンバーに登録してくださってるファンの方っていう安心感があるがゆえに、ちょっとこう突っ込んでいけるっていう。優しいんで、メンバーシップ登録してくださってる方。なんか優しくない人がいるみたいじゃん。いや、あの全体登録の中には優しくない人もいるから。全体の中には。なんて、あーだこうだ言ってくる人もいるかもしれない。これあれだな、全体公開なのに何言ってる。これあれ特典映像じゃないからね。あ、そうだ、私メンバーシップで出すようなテンションで喋ってたけど違うか。でもメンバーシップのおかげで水着がめちゃくちゃ増えたんですよ。メンバーシップ用の撮影に買った水着とか。うん、今あれでしょ、何の水着がノラに合うかみたいな、はい、そういう
企画で進んでるよね。そうですね、まあ、メンバーシップ個人的には何も興味のない検証が始まっております。いやいや興味あるでしょ。いや私は興味ないけどみんなが興味あるかもしれないけどこっちいや重要でしょ。でもまあ重要だよ。あなただって自分が何の水着を合うかってさ30年生きてたくせし、うん、何も分かってないの。まあ、水着に対してあんまりアンテナ張ってなかったからあれあなた、うん、あの水着着てあじゃあコンテスト出てたじゃん。あれはねもうジャンル違いです。海に入るようじゃないじゃんあれは。あとファンティアの方なんですけど、もうこれはもう一番思いつくコスプレがめちゃくちゃ増えました。今はね四半期に1回ぐらいあったのにね。はい急に。はいでもなんか撮影ネタを考えなくても良くなったっていうのは、うん、正直あるかも。それはいい。嫌なのはピンポン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 衣装が届くのと、そこら辺家中のそこら辺に衣装が転がってる収納が困る。あとコスプレ筋トレの撮影してる時に写真撮影の時間が増えたんで、それがまあ苦痛ですかね。仕事時間ちょっと増えちゃった。はい、まあ、30分で済めばいい。ポーズが固まんない時とかちょっと長くなるよね。1時間ぐらい追加される時もあるかな。あとこれはメンバーシップとファンティア両方に言えるんですけど、やってみるとファンクラブの運営って奥が深いんだなって思いました。まあ、詳しくはおいおい特典動画とかでね喋れたらいいかもしれないけど、今日大変だよね。大変です思ったよりも、はい、こうアップダウンっていうか、はい、継続じゃないんだみたいな。そうですね、こうみんなが喜ぶと思って提供したものが、うん違うって言ってこうやめていくことも、ね、多いっていうしかもコーチがさ結構真面目だから、みんながこう納得するように納得するようにっていろいろ本当に考えるよね、得点とか特にだから正直私なんか薄情だから、いいんじゃないいいんじゃないって言うんだけど、コーチがいやいやこれは納得しない人がいるって言ってマジで真面目すぎて進まないんで、いろいろ大変。やばいじゃん。やばい。まあ俺はあの衣装買ってる時は一番楽しいんで、で普通じゃこんな買えないからね。まあね、それすごいおかげさまでっていう。そうだね、感じですね、うん、あなたメンバーシップ1ヶ月で終わらせようかって考えてたじゃんもうあやまくんは速攻で終わらせようと思ってましたよそんなところですかね。あとファンティアの方で継続特典もやってみようと思うので一応お知らせしておきます。継続特典。継続特典、有料プランの方に加入していただいて何ヶ月か継続していただいたらオリジナルのコンテンツを送ろうかなと、そんな感じで考えております。ということでファンクラブの報告となります。引き続きノラフィットネス、そしてメンバーシップ、そしてファンティアの方よろしくお願いいたします。ということでバイバーイ。 YouTube メンバーシップとファンティア、よかったら覗いてみてください。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。メンバーシップの皆さんこんにちは。メンバーシップ全体で全体全体の皆さんこんにちは全体